あるところに行こうと思います。それでは自転車に乗っていただいてスタートしますね。それでは、スタートするんですけど、後ろの安全を確かめて大丈夫でしたら、はい、数字のボタンを押してスタートしてください。まあ、ここに数字が2番ですね。ここを押してスタートです。はい、じゃあ、うまい。少し行くと、交差点ですね、道路が、くっついているところですので、左や右から車が来ることがあるかもしれません。あ、止まってくれました。よかったです。はい。それでは、スタートしましょう。後ろもしっかり見て、スタートしましょう。はい。ね、ちょっと左に、ね、怪しい人たちがいますが、飛び出してくるかもしれませんね。こちらは坂道ですね。坂道はスピードが出やすいので、左や右のブレーキを使っていただきながら、こう、左が、車がね、止まってくれました。大丈夫ですかね。大丈夫でしたら、安全を確かめてスタートしましょう。はい、それでは、引き続き走っていきます。また坂道ですね。スピードが出やすいです。はい、そして止まりましょうという標識がありますので、止まります点のところで、そして右や左の安全を確かめて、左大丈夫ですか？右大丈夫ですか？はい、後ろも大丈夫ですか？大丈夫だったら、スタートします。お、歩いている人がいましたね。大丈夫だったらスタートしましょう。はい、それではここを右に曲がっていきます。はい、人の歩くところを通っています。今人が歩くところを通るときは車の通る道の方によって走るようになっています。はい、信号が赤になりました。信号を待ちましょう。信号が青に変わって大丈夫となったら、左、右、後ろの、安全を確かめてスタートします。まだ赤ですね。はい、青になりました。はい、それではスタートします。で、そうですね、右に曲がっていきます。自転車のマークがありますね。ここを自転車は走ってくださいという、ところになりますので、自転車の走るところを今走っていただいています。ここを左に曲がっていきます。あ、そうですね。歩いている人がいました。しっかり見ていただいています。はい、そうかな。